クシーなろうと思ったお客様、シャッターチャンスですよ。ここだけは絶対に逃さないでください。いきますよ、いきますよ、いっちゃいますよ。じゃあもこちゃんよろしく。はい、セクシーっぽい。そうですか、ナイスバーディーでしょ。おっと、出るか、出た。3人のある有名人のモノマネができるようになりました。ということでね、今日は皆さんにそれを披露したいと思います。さあ、じゃあまず1つ目、竹下元首相のお孫さん大悟、いきましょう。はい、拍手を皆さん、うれしい。おもちゃん、なんかこの辺のお客様とか笑ってくれてるのにさ、あっちとかもう全然笑ってくれてないよ。悲しいね。ねえ、あ、そう。ねえ、でも、そんなの関係ねえ。さあ、それでは最後いきましょう。最後はもうね、とっておきです。このもこちゃん、3のつく数字と3の倍数の時にだけアホになります。じゃあよーく聞いてください。